新宿通り、昭和8年頃、新宿3丁目交差点新宿通りとは、東京都千代田区麹町1丁目から、新宿区歌舞伎町1丁目に至る道路の通称である。皇居西側の半蔵門から西に進み、日本有数のターミナル駅である、新宿駅に至る道路である。四谷三助交差点付近から、新宿駅東口付近までの区間では、東京メトロ丸の内線が地下を走る。 新宿二丁目交差点から西は日本有数の繁華街新宿の目抜き通りであり、日曜、休日の午後に歩行者天国が実施されている。四ツ谷大木戸跡日四ツ谷見つけ橋の橋島。1913年春工の急遽のものが1991年の掛け替え後にも再使用されている。昭和初期の新宿通り。 半蔵門交差点から新宿三丁目交差点までは五街道の一つである。甲州街道、新宿三丁目交差点から終点の新宿大ガード東交差点まではかつての大梅街道である。通りの名称に採用された新宿の地名は甲州街道と大梅街道の分岐点に置かれた宿場内藤新宿に由来する。現在の四谷四丁目交差点には 四谷大木とが置かれ、甲州街道を通って、江戸に入る人や荷物の監視を行った。江戸時代前期にはすでに、江戸城に近い四谷大木とまで家屋が立ち並んでおり、江戸時代後期には、新宿追い分を越えて、大梅街道の淀橋付近まで町場が続くようになった。明治に入っても甲州街道と大梅街道は、帝都と地方を結ぶ重要な道路と位置づけられ、公州街道は、国道、 大梅街道は家庭剣道の指定を受け、道路の修繕には地方税から支弁された。1885年3月1日には日本鉄道品川赤羽間の開通に伴い、南豊島郡淀橋村に新宿駅が開設され、1889年には甲武鉄道も開業、以降新宿の町は徐々に発展を遂げてゆく。1888年、 現在の都市計画にあたる宿改正について定めた東京宿改正条例が交付され、翌1889年に具体化な計画内容を策定するために制定された宿改正設計の中で、第6半蔵門外より工事町及び四谷通り利を経て、大梅街道新宿停車場にイタリルの路線が第2等道路に指定される。これは、 現在の新宿通りと同一の経路であり、これ以降現在の新宿通りは、東京の都市計画において、幹線道路として、道路整備が進められていくことになる。1889年5月1日、市政、町村制が施行され、現在の新宿通りは、東京市麹島地区、四谷区、南豊島郡内富士新宿町、淀橋町に属した。 1903年12月29日、東京市街鉄道株式会社が、半蔵門新宿間の道路上に路面電車を開業。軌道開設の特許の条件として、福音の不足する箇所については同社によって道路の拡幅を行うべきことが定められた。1910年には、江戸城外堀と甲部鉄道をまたぐ重要橋梁でありながら、江戸時代以来、この字型で、 交通の障害となっていた四谷見つけ橋が掛け替えられることになり、1913年に竣工した。1920年4月1日に、旧道路法が施行され、かつての甲州街道は、国道8号の大梅街道は、東京府府県道、第2号、東京大梅線の認定を受けた。また、この同じ日に、豊玉郡内富士新宿町は、東京市に編入され、 四つ役の一部となった。1923年9月1日に発生した関東大震災を契機として、東京の市街地が西の郊外に拡大、またこれと前後して、商船電車に加え京王線新宿延伸、西部軌道大木久保線、1921年開業、小田急線開業が新宿駅をターミナル駅としたことから、新宿は、 商業集積地として飛躍を遂げることになる。三越新宿店、伊勢丹新宿本店などの百貨店や映画館などが通り沿いに出店。新宿大通りは繁華街新宿の目抜き通りとして大いに賑わいを見せるようになる。また、1932年10月1日には都市化の進展に伴い、新宿駅の所在する豊玉郡ヨ淀バ市長が、 東京市に編入されて、淀橋区の一部となり、現在の新宿通りは、全線が東京市に属することになった。第二次世界大戦では通り沿いも大きな被害を受けたが、戦後も引き続き、新宿駅をターミナルとする、各線沿線の宅地開発が進んだことから、新宿の街は商業地として急速に復興を遂げ、1948年には丸井が出展するなど、 現在の新宿通りは、目抜き通りとしての地位を確実なものとした。1947年、従来の東京35区が東京22区に再編され、現在の新宿通りは、千代田区と新宿区に属することになった。1948年には、都電の新宿3丁目から、新宿駅に至る区間が新たに建設された、巨円大通りを北進し安国通りを西に進む。 経路に変更され、軌道の撤去された新宿2丁目から新宿駅東口までの区間では中央分離帯としてグリーンベルトが設置された撤去。1952年には現行道路法が施行され、以前の国道8号は1級国道20号に改められ、新宿3丁目から現在の西新宿1丁目までの区間は幾度かの変遷を経て、1965年に 東京都道430号、新宿停車場前線の認定を受ける。1957年には、四谷見つけ新宿駅東口間の地下に、A 段丸の内線の建設が始まり、1959年3月15日に、開業、同時に、新宿3丁目から、新宿駅の間に、地下道、メトロプロムナードが開設された。1962年には、 二年後の1964年、東京オリンピック開催を前に、東京都が都内の主要道路に通称名をつけることとなり、千代田区麹町一丁目から新宿区歌舞伎町一丁目に至る区間の道路に、新宿通りという通称名がつけられた。東京オリンピックでは、男子マラソンが国立競技場をスタートし四谷四丁目から新宿通り、甲州街道を走り、 調布市飛田急で折り返すコースで行われることとなったため、コースに含まれる新宿通りの四つや四丁目新宿三丁目間がオリンピック関連街路として整備された。高度経済成長期を迎え自動車交通量の増大に伴い、東京都内の都電が交通を阻害しているとの声が高まり、速度低下により、都電の利用者が減少していたことから、昭和40年代から、 都電の撤去が進められることとなり、1970年1月27日、新宿通りを走る12系統、13系統が廃止され、軌道が撤去された。1991年12月21日に、新宿通りの南側を並行する形で、国道20号新宿予演トンネルが開通したことに、伴い、1993年3月31日に、 四谷四丁目新宿三丁目間が東京都道430号新宿停車場前線に降格した。2003年3月31日には四谷四丁目新宿駅東口間が新宿区道に降格し、新宿通りは終点の約100メートルを除いて東京都道430号新宿停車場前線から外れることになった。新宿通りは 武蔵野大地の一部を構成する淀橋大地の尾根筋を通っており、北側には傾斜の急な坂、南側には緩やかな坂が所在する。起点の半蔵門交差点は内堀通りとの定時路で、半蔵門交差点からは緩やかに屈曲を繰り返しながら西へ進行する。四谷四丁多め交差点では直進が御苑トンネル、新宿通りは斜め方向へ右折することになる。 その後は西北西へ直進しながら新宿の町を通過し新宿駅東口前で右へ行く各区間の詳細は以下の通り半蔵門交差点正面が皇居半蔵門左右に内堀通りが走るこの区間は国道20号でありかつての甲州街道を踏襲している半蔵門交差点では皇居半蔵門を背にして内堀通りから分かれる 交差点南西には東京 FM 本社がある。半蔵門交差点四谷見つ交差点間は千代田区が独自に麹町大通りという通称名を設定しており、沿線では両方の通称を併記する例も見られる。この区間の直下に地下鉄は通っていないが通りを交差する形で東京メトロ半蔵門線半蔵門駅と東京メトロ有楽町線麹町駅がある。 この区間は、中層のオフィスビルが通りに面し、その裏手には、議員宿舎等の住宅地が広がっている。半蔵門交差点近くの南側には、警視庁工事町警察署、四谷三つ家交差点手前の南側には、セイングナ中央協会と、上智大学がある。四谷三つ家橋で、かつての江戸城外堀に付設された JR 中央線を、オーバーパスし、外堀通りとの交点である。 四谷三つけ交差点に至る。四谷三つけ橋の下には JR 四谷駅があり、南側には外堀で地上に出る東京メトロ丸の内線四谷駅が見える。外堀通りの地下には東京メトロ南北線の四谷駅もある。この区間もかつての甲州街道にあたる。以前は全区間が国道20号に指定されていたが、 四ツ谷四丁目交差点新宿三丁目交差点間は、1991年に新宿通りの南側に並行して、新宿御苑トンネルが開通したことから、東京都道430号、新宿停車場前線に降格、その後さらに新宿駆動となった。四ツ谷三つけより西では、新宿通りの地下を東京メトロ丸の内線が走り、四ツ谷三丁目駅、 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅が置かれてれている。外苑東通りと交差する四谷三丁目交差点にある四谷消防署には消防博物館が併設されており、四谷四丁目交差点手前には中日韓国大使館韓国文化院がある。四谷四丁目交差点は、現在は新宿通り、公州街道、外苑東通りの交差するごさであるが、 江戸時代には、甲州街道を通って、江戸に出入りする人や荷物を監視する四谷大木とがあった。交差点近くの四谷区民センター前に、四谷大木古門寺駅の石踏みが立っている。新宿御苑は、四谷四丁目交差点から新宿二丁目交差点に、かけて、新宿通りの少し南側に広がっている。新宿二丁目交差点では、明治通りのバイパスである、 御苑大通りと呼ばれる道路と交差する。この道路は、新宿六丁目交差点新宿御苑間が戦後、東京都市計画道路幹線街路環状を第5の1号線として整備された。新宿御苑より、南側の区間は長らく未整備であったところ、新宿御苑の地下を2葬式のトンネルで通過することに決まり、2010年度末着工し2016年度に開通予定である。 新宿三丁目交差点は、甲州街道と大梅街道が分かれるかつての新宿の岩家であり、甲州街道が南に移った現在でも、地上では新宿通りと明治通りが交差し、地下では新宿三丁目駅において、東京メトロ丸の内線、東京メトロ福都新線、都営地下鉄新宿線の3線が接続する交通の要衝である。 新宿駅東口交差点から新宿三丁目方面を望む。新宿三丁目交差点で、かつての甲州街道は南に分かれ、ここからは大梅街道となる。この区間は、新宿繁華街の中心部を貫く目抜き通りであり、休日は歩行者天国となる。大型の商業施設としては、新宿三丁目交差点周辺には、複数の新宿丸いの店舗があり、 交差点の北西には伊勢丹新宿本店がそびえる。交差点南西側には三越新宿店があったが、新宿三越アルコット店への転換を経て2012年に83年の歴史に幕を下ろし、ビッグカメラとユニクロの合同店舗であるビッグロがオープンした。新宿を代表する老舗として、通りの北側には木の国屋書店本店創業、南側には果物店。 フルーツパーラーの新宿高野創業とレストラン新宿中村や新宿回転がある。新宿駅東口交差点を過ぎたところに新宿アルタがあるが、この場所には1978年まで食品専門の百貨店2校があった。左手に新宿駅東口の駅ビルであるルミネースと新宿を見ながら新宿通りは北に向きを変え終点の新宿大ガード東交差点に至る。 交差点正面には、西武新宿駅ビルがあり、西武新宿線西武新宿駅、ペペ西武新宿、新宿プリンスホテルが入っている。新宿大ガード東交差点を東に進むと、安国通り、西に進み新宿大ガードをくぐると、現在の大梅街道である。ありがとうございます。